柳下綾子さん、綾子ちゃんの月花綾子さんだけね、お客さんでいっぱいでございましたけどね、で、NASA さんで、さらに増えて、はい、なんか人見ということでね、皆さん夕飯を食べに行っちゃったんですけど、はい、それでもこれだけのお客さんがありがたいですね、ありがたい限りでございます。この後は江中ひとみ歌謡ショー色物でございますけどね、楽しんでいただければと思いますけど、漫才の合間に歌うという感じでいっぱいね、歌ってまいりましょうね。今日は5月新曲ということで、色が緑じゃないですか。はい、今日も派手ですね、すごい派手ですね。どこ派手いつも人やってますよねこの間ね、あのひとみちゃんのなんて言うんですか、光ってる秘密、うん、顔が光ってる秘密っていうのをね、知ったんですよ。ひとみちゃんはアイシャドウというほっぺたに塗ってますね。レブロンっていうね、ドラッグストアでよく売ってる、これから1200円くらいのレブロンのアイシャドウの、ここにつけるのをほっぺに普通の人が目につけるものを顔につけちゃって大丈夫なんですか、それは。なんか悪影響はないんですか。ないですね、ただれるとかそういうの全然ないです。そうですか、はい、実際のそのレブロンっていうのを見せていただいたんですけども、4色で構成されてるんですよね。なんかこうコンパクトみたいな長方形の中に色が4つ入ってる。で、左上がラメ、ラメです。で、左の横は何ですか、なんかいろんな色があるんですかね。そうですね、赤っぽい感じ、はい、オレンジとかですね。ラメだけなくなるんですね。そうです、あの3日でなくなっちゃう他の色は使わないんですね。3日でなくなっちゃうんですね、レブロンということは3色だけ溜まっていくわけですよね。そうなんです、まあ、3色欲しい方がいたらそうですね、あの差し上げたいと思います。差し上げたいです。ラメはないんです、申し訳ないですけどね、はい。今日もラーメンたっぷり塗ってまいりました。あ、今日はですね、はい、名曲堂さんなんでちょっとラーメンをね、さっき NASA さんとね、はい、あの一緒にコラボ、 NASA さんもレブロン使って NASA さんもレブロン、そうなの、 NASA ちゃんも NASA さんもチューキだね、レブロンをチーク代わりに塗るというね、これ今や流行ですよね。そうですよね、はい。でもさ、普通あの薬なんかでも用量用法、その頭痛の時に別ななんか薬を飲んでも効かないわけじゃないですか、はいはい、あの本来アイシャドウのものを別なところに使っても大丈夫なものなんでしょう。全然大丈夫ですよ ね、 なんかね、大丈夫、佐藤さんが言うんだから間違いないです。佐藤さんもそういう使い方を資生堂の美容部員が言えば間違いない。美人なんですね。ただでさえ綺麗なのに化粧したらね、無双状態ですよね。やっぱりお綺麗ですもんね。素晴らしい、素晴らしい。そういうわけあったんですよ、ね、はい、いいですか、娘さんのこと言って娘さんは AKB さんです。娘さん大スターですよね。佐藤すみれさん、すみれさん、はい、可愛らしい、ね、お嬢さんお持ちで、はい、格闘家と結婚した、はい、格闘家と結婚した、格闘家さんと結婚なさってね、すみれさんはお綺麗なんです。私 YouTube 見てますで、お子様もねいらっしゃるので、まあ、芸能人になるか格闘家になるか今悩んでる。あ、すみれさんね、はい、はい、佐藤さんから大きくなりましたよね大きく育ってる楽しみですね。楽しみです。15年後ぐらいどうなってるか、ね、はい、粛々と参りましょうかね。はい、今日は新緑を意識して緑の色なんですけども、最初の歌は緑とは正反対の色でございます、はいはいはい、私のハートがピンクに染まる、はい、皆さんのハートをキュンキュンのピンクに染めたいと思いますじゃあ、絵の感じに楽曲、はい、はい、私のハートがピンクに染まる、ピンクだ、そうなんですね、はい、昨日の夜決めたんでね、はい、ということで僕は染まりました。皆さんも染めてください、はい、ではお願いします。はい、それではお願いいたします。ひとみ、あなたに会える。
さん、ありがとうございます。ジャパンさん、嬉しい。こんな明るいジャパンさん、初めて見た。はい、嬉しい。ジャパンさんはね、普段はね、本当におとなしい。今日異常ですね。ステージ上がるとなんか人は変わるんですけど。あとあの乾杯に楓さん、はいね、あとは樹下真理子さん、はい、今それで到着しました、はい、そして石川晴生さん、あそんなアーティストさんに今日はメールございます。昨日申し訳ありませんでした、はい、昨日申し訳ありませんでした。あの絵描き店ね、人間のね、朗読もされますしね。あと高橋さんは、はい、あの詩吟の私の先生だから、はい、緊張しますね今日はね。ちょっと大丈夫かなと思います。ひろみちゃんはなんかさっきはね、ナサさんにサックスを教えてくれました。何でも習いたがるって言われて、何でもやってみたいのね、はい、でもまともになってないんでもそういうね、あのチャレンジ精神大事だと思うんですけど、はい、人生はね、ぜひに過ごされるあげましょう、はい、あげられる理由はね、あまたありますけど、何でもやってもいいことですよ。いいことですね。でもあんまり興味を持ちすぎてね、全部中途半端はダメですよね。本業が何だかわかんないですよ、ね。監督に乗っていたかったけど。まあね、自動車レースとかやったりとかしてますけども。ね、本当にね、はい、ダメですね。なんかこう極めつけを一つ見つけないとね。一応歌手ですからね。あ、そうなんですか。歌を極めてください。漫才ではないです。漫才ではない。間違えちゃう。漫才かと思ってました。漫才師は10年前に辞めたんですよ。いいですか。そうですね。はい。はい、歌で頑張ってください。ね、はい。はい。こう目指して。はい、さあ、ひとみ、今日はね、5月の何日ですか。25です。25日、5月の残り少なくなります。はい、はい。5月最後の今日は土曜日。明日は日本ダービーでございます。なんと茨城県からもお客さん来ていただき、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうぞ、はい。ありがとうございます。長堀さん、長堀さん、ありがとうございます。二人、はい、はい、こちらで、はい。長堀さんとね、あのご一緒にありがとうございました。すいません、なんかお仕事、お仕事中ですかね。どうもありがとうございます。長堀さんもね、あの僕らとしてのカツ丼クラブのメンバー。そしてあの歌手でもありますね。はい、あのラブリーカンカーで歌を歌ったりね、長堀さんも歌手でもございます。はい、はい、また寄せ書きを、はい、あるんです。磯崎さんもカツオクラブですよね。そうです、はい、全国で、カツ丼を食べたらその写真を撮って投稿するんですよ、フェイスブックに。で、味の特徴とかを記して、ここが良かったとか、肉が厚かったとか薄かったとか書いて、でそれを見て、あ、ここ良さそうだなっていうのを尋ねてくる。はい、いや違います、僕は末端の会員です。すごい、中国さんが毎日ですもんね。毎日じゃないです、中国会です。中国会だそうです、投稿すいません、話がいろいろ活動から飛んでしまいましたけど、お近くにお座りくださいませ。ありがとうございます。どうぞどうぞおかけになって、はい。カズニさん、ちょっと体調が心配なので、カセジさん、カセジさんこちらにね、そこのあの、うん、柔らかいところがいい、柔らかいところ座ってね、うん、そこだけ開けてくれればいいかな。僕カセジさんに座らせて、はい、はい、どうぞ。カセジさんね、本当にね。ということで、日本ダービーから話ができたところで、幅広く進みましたけどね、今日は5月最後の土曜日ということで、土曜日ということで、なんか一人でイベントは大体日曜日が多いんですけどね、土曜日は珍しいので、土曜日にちなんだ歌を歌いたいと思います。そうですね、伊藤さん、これ、はい、あのキャンディーズさんの歌なんです。危ない土曜日という歌で、はい、これは渡辺出版ですかね、なんか音楽出版さんに依頼しまして、はいはい、なんとか許諾を得た曲で。許諾得てないですよ、もう。え、まだだけ得てない得てない今、審査中でございますから。いや、まだ分かってないで、許諾が下りなければ、カバキュール歌えないので、今日が最後の危ない土曜日になります。最後の危ない土曜日許諾が下りれば、またね、はい、今後歌っていくこともあるかと思いますけど、聞いていただきたいと思います。はい、はい、それではキャンディーさんの危ない土曜日聞いてください。
私が飲んでる姿もと言います。そうしましたら皆様方は美脚とコールをお願いいたします。世界四大美脚、江中瞳が片足を上げてお答えします。飲んでる姿も美脚。先週は2秒でございます。報道陣の方どうぞローアングルからお取りください。ちょっとね、微動だにしませんね。今日はいつもと違う靴ですね。なんかちょっとね、やっぱりゴミも履くと、あの、ゴミも履いてるんです。この靴、ゴミ履いてます。前の靴で、あ、前の靴、ゴミ履いて、色が剥げたり、はい、あとは、なんですか、ホックができなくなったり。最近ね、SNS の時代で、江中瞳の靴が色が剥げてるとか、そこだけ写真撮って投稿されたりとか、いろんな嫌がらせをされます。なのでね、ちょっと、はい、そうですね、買うまではちょっとこれで辛抱しようかなと。今日はこれ取られても大丈夫なの。あ、そうですか。はい。新しい靴。これだけ言えば皆さんから靴が届くの。そうやって、ボーちゃんがしっかり取ってくる。ありがとうございます。優しい。靴ということでね、靴ということで SNS に投稿してください。もっと足垂れをしてるんですよ、ね、そうですね、はい、あの歌詞の前はちょっとだけ足しか映らない。そうなんです。顔を映さないで足だけ。いやあるのですね。よかったと思って、自分のパートモデルやった出せないので、よかったです。でも、ね、足からず足からず、うまい。吉崎さん足からず大事です。足はね、足は大事、はい。さあ、粛々と進んでまいりましょう。はい、今日はですね、デモ踊りスズメ、こちらのレコ発キャンペーン、いつもこのカップリングの恋の三日月しか歌ってなかったんですけど、はい
めったに歌わない今日は。手戻りすずめ。A 面の方はあんまり歌わないんですね。はい、出し惜しみしてるんですけど。この歌は真沼さんが作詞したのですけれども、嫁いだ方が手戻りされた、ね、娘が嫁いだんだけれども、まあ、不幸にも実家に帰ってきてしまう。それは母親が優しい気持ちで受け止めて、はい、うん、ね、その愛情を書いたんですね、はい。まあ、今日の、ね、時代そういうことはありそうだなと思いまして、手戻りするのを考えました、はい。まあ、皆さんね、幸せになっていただきたい。でもね、出戻りしてもまた出てけばいいわけですね。そこで羽を休めて再び行けばいいね、鹿さんね。まだ予定はありません。出戻りですね。そうなんです。あ、ありがとうございます。差し入れが来ましたよ。パイ焼きです。パイ焼きじゃない、はい、たい焼きあげた、たい分だから白から焼き、松井さんからお土産でございます。これ回るやつですね、はい、ラいい、はい、じゃあ皆さんはじゃあね、うん、神を食べながらいらっしゃってるの演歌、はい、聞いていただければと思います。はい、出戻りすずめ、聞いてください。Thank you.
よしの第1部の終了でございます、これから第2部に行く前に、はい、今日ね浅草の太陽、はい、シャンソンシンガーの石川和さんがいらっしゃるので一曲歌っていただいて一人の準備をします。待ってました、はい、よっ突然だけど中で傷んじゃったんでね、靴がね、曲が普通の靴でも、でも高さがありますね。転んじゃいます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 。どうぞどうぞどうぞよろしければ、はい、いかがですか。ありがとうございます。なんかいつもね、ひとみさんのライブの時に浅草のオマネスクを出して、聞いていただけるんですから、はい、ではよろしくお願いいたします。最後は浅草ロマネスクって言うんですけど、そこは掛け合いでできたらやっていただけたら嬉しいです。はい、お願いいたします。せーの、風雨インド風モダに愛が隠れた夜空の星が
で、6月の4日に、浅草アネックス、浅草ビューホテルアネックスというところで、モノマネタレントさんと、のショーにちょっとその前の時間に歌わせていただくというか、そういう会があるんですよ。あの桑田佳祐さん公認の、佳祐っていうカタカナの名前でやってらっしゃるタレントさんがいらっしゃるんですけど、そのタレントさんが、お仲間さんがやっぱりいらして、そのお仲間さん8人ぐらい連れて、で MC もその、松本ひとりさんひとりさんじゃなくてね、松本ひとりさんという名前でやってらっしゃる方とか、あとカズミーさんといいましてね、あの大泉洋さんとかうまいんですよね。でまた松本ひとりさんだから、浜ちゃんの役の方もそのかずみさんという方がやってくださってね、あのとても面白い会なんですね。で浅草であのそのアネックスで毎月やるっていう形を取るようにあの予約をが入ってますとね、私もあの浅草の人間なのでちょっとお手伝いがてら、第1回目が5月の4日にあったんですけど、その時はお手伝いさせていただきまして、今度6月4日は出演させていただくことになりました。あの後で興味ある方はあのお話あの私のホットモノにあの通って来てくださいませ、あの来てくださいませ。はい、ちょっと先生、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この後は映画で一人会場第2部ひとみん&キャンディーの腹話術ショーでございます。相方のキャンディーちゃん今寝てますかね。はい、寝てますね。じゃあこれ持っていただいてもいいですか。キャンディーちゃん、キャンディーちゃん、はい、皆さんこんにちは。ふわじつね、ふわじつさんでもあるすごい人なんだよ。みんなね、仲良くしてあげてくださいね。実はキャンディ、昨日ちょっとお稽古したの。何の稽古？詩吟。聞いた。そうだよ。キャンディおしゃべりも下手だし、歌も下手じゃない。そんなことないもん、そんなことない、ね、みんなキャンディはね、ひとみより歌うまいんだよ。ちょっとね、じゃあ次行ってみようかな。先生が言うんです。先生が言うんです。大丈夫だ。大丈夫。そうかな、ちょっとキャンディ心配だな。何流の修行をやってるんですか。セーフもどき。セーフリーもどきって何、ちゃんとやんなさいよ。だってまだ並んでばっかりだからもどきかもしれないでしょ。そっか、じゃあやってみるの。はーい、先生よろしくお願いします。大丈夫かな、ね、社長大変じゃないね。さあキャンディできるかな。じゃあもどき吟じます。吟じます。キャンディ吟じます。尖閣の遊び
ご親族様の方からどうぞ。だから違うっていう。先生全然なんだこの人は。自分の武器がわかんないんですよね。唱えてごめんなさいです。先生怒ってないですよ。大丈夫ですか。本当に本当にさ、政府流にちょっとやったの？今日ね、会場に仏教じゃないお客さんもいらっしゃるんですよ。仏教のお客さん。ラーメンだ。ラーメン。ラーメン。ラーメン。ちょっと、そんなこと言ったら神様に怒られるでしょ。ごめんなさい。ごめんごめん。そんなこと言っちゃダメなの。ごめんなさい。 いやいや、神様お許しください。神様お許しください。どうも失礼しました。アメハレビア。かわいちゃかわいちゃ。なんでこれ。今日のキャンディーはね、神様にもご無礼、仏教にもご無礼、それで吉尾先生にもご無礼しました。ちゃんと謝んなさい。怖いもの知らずですね。はい、私ね、アメリカ生まれだから怖いもの知らずなの。本当にごめんなさい。アメリカーメン。違うすみません。出てしまいましたね。はい、いやいや、アーメンって知ってますけど、その通りって意味だから。じゃあね、のこのこ。出てしまいました。キャンディーちゃん。はい、キャンディーに大きな拍手お願いします。歌も歌ったり、ついに詩吟までキャンディー始めましたね。すごいな。すごい。詩吟の今日。素晴らしいね。ご紹介したいと思います。清風流の、はい。はい。はい。私の師匠でございます。高橋芳雄先生でございます。清風流先生です。で、今度ね、あの、松本芳雄さん、松本新一さん。も一緒に長いやりたいです。松本先生、絵も上手いって話。詩吟の流派って日本に200あるそうです。はい、このね、詩吟の底辺拡大のために江中ひとみさん頑張ってらっしゃる。すいません。江中ができるんだったら私もできるだろうと皆さんが思っていただければこれは幸いでございますね。はい、よかったら一緒に習ってください。一緒に習いましょう皆さん。はい、はい。ね、ポブちゃん、長い。はい、見えそうで見えない。やっぱ名曲堂のね、この床がすごく立ちやすいんですよね。そうですね。普通ね、ステージって、ステージ、穴が開いたりしてるんだけど。穴が開いてたり、傾斜がついてたりね、なかなかまっすぐ立てないんですけど、江中芳雄さんがここまで綺麗に立ったのは初めて見ました。はい、見事な床でございます。はい。が第3部、先日ね、江中ひとみさんは、はい、なんとデビュー以来100曲目のシングルをリリース。そうなんですね。あの、一発目100曲目となって、100曲リリース記念に、はい、今年の9月に渋谷でね、はい、ライブが行われます。はい、こちらに看板が出ております。はい、ひとみハンドレッドひとみです。ワンハンドレッドひとみ、はい、渋谷のプレジャープレジャーで9月12日あのワンマンライブを行いまして、サックスナサさん、先ほどね吹いてくださったナサさんもバンドの一員でございます。はい、あとドラムムームーさん、はい、あとはマリリンさんがコーラス、はい、そしてあのキーボード、はい、スクオンペアさん、スクオンペアさん、はい、そして桜井正義さんですね。そうですね。はい、あとはギターが木下拓郎さん、はい、ベースが宮川大地くん、ね、はい、大地くん若いよね、20代ですね。そうです、でお送りしたいと思いますので、あの本日チケット好評発売中でございます。はい、残席多数でございますので、よろしければね、皆さん来てください。10席ぐらいですね。10席
三席じゃなくて。三席だから310。310。はい。まだまだね、ゲームの席はありますのでね。まあ、当日を迎えるまではチケットが、本を読むときにしおりとかにも。そうですね。楽しみだと思います。で、ユニットの中にユニキッス様、そして赤ずきんちゃんず様も、はい、一緒に歌うことになっておりますので、よろしくお願いいたします。乾杯で、帰りまでぜひ来てください。はい、では、100曲目のシングルをじゃあここでお届けしたいと思います。はい、ダブルリバース。ダブルリバース。はい、かっこいいな、これ。はい、裏の裏は表、ね、なんか生き方をね、生き方ですか、はい、なるほど、うん、あ、まあ王道行ってもね、面白くないですから、みたいなフェイク、フェイクな、そうですね、裏の裏は表なんだそうです。そうやってやってらっしゃるんですよ、普段そうしてるんですね、西岡さんね、こちらマジシャンの西岡さんでございますのでね、あとで50円払ったらマジック見せてくれますので、ほら最後に見せてくれます。はい、はい、ではダブルリバースいきましょうか、はい、お願いいたします。バラシュード
なんかシベリアンハスキーみたいですね。そうなんです。結構これで、はい、あ、セリフも期待したもんね。その辺がじゃあ本来あれですかね、詩吟の練習がやってきたそうなんです。先生のおかげでございます。また詩吟をね、これから習って、そうですね、歌い浮かせるといいですね。そうですね、はい、セリフ取りましょう、取りましょう、詩吟の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 詩吟まあ、はい、リズム感じゃないじゃあ水分の量があるんだ、ね、どちらがいいですか。じゃあ店主と相談して、やっぱり雪で、すみません、あの、申し訳ございません、ごめんなさい、ちょっとこちらの諸事情がいろいろと時間のね、兼ね合いでね、あまり遅くなってもいけないかなと思いましたね。はい、家中に過ぎますもんね。そろそろ終電の時間が終電の時間が奥です。まだ大丈夫ですよ、やめなさい、まだあると思うんですよ。大丈夫、磯崎さん遠いぞ。心の姫できました。はい、演歌第7世代の新星と言われております。新浜レオンさんに負けないように頑張りましょう。では、カバー曲の演歌、はい、今日は何を歌っていただきますか。津軽海峡冬景色を歌っていきます。では、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。津軽海峡を冬景色。
まだ言わない全然わかんない。オリジナルと違うところもあるかもしれませんけども、まあ、お許しください。はい、楽しんでまいりましたよ。なんか一度会話をして、はい、いよいよ最後の曲になりました。はい、えぇーやだやだやだ、君が来たばかり、そんなことないない、少子ないない、でも今日はいる。今日は少子さんがね、お越しくださいました。はい、少子ないさんでございます。少子さん、ね、今ね、少子内さん作曲の歌を今、はい、ひとみちゃんもね練習しております。後ろからかけた言葉、はい、もう少しお待ちください。頑張って作りたいと思います。では最後の曲は選ぶひとみの最新曲。そうですね、これ、はい、はい、はい、頑張ります。なんて歌でございますか。風少女、はい、はい、風少女、ほにゃららって次の風少女、頬を染めて、はい、ありがとうございます。101枚目シングル、101枚目、はい、おめでとうございます。はい、頑張ります。頑張ります。小さい頃 YouTube も上がりましたので、ね、はい、PV 映像も楽しみにしてください。リンゴ監督が作ってます。はい、リンゴ監督が PV、 ちょっとこっちでちょっと頑張ってやってみます。踊るんですね、結構。ちょっとまだ歌詞がね、本当じゃないので、ちょっと見られなかった。歌詞がね、歌詞知らないから、はい、大丈夫です。はい、では最新シングル、はい、風少女、頬を染めて、どうぞ来てください。Hey!
のカンペンペルさんがいらっしゃって、ちょっとあの歌で歌わせていただきたい。カエちゃん、いってらっしゃい。カエちゃん、かわいいぞ、かわいいぞ、カエちゃん、かわいいぞ、かわいいぞ。ご紹介したいと思います。ミリオンキス乾杯に書いてさ、そしてバックダンサーはボブちゃんでございます。え、俺もザク踊るの？バックダンサー、何それ。ダン、ね、なんか被ったよ。膝が治ったよ。出てると思わなかったね。お疲れ様でした。なんかミリオンキスが消える。あと、バックスノーベルとしておカップ、さあ、ステージが賑やかになってまいりました。ボブちゃん with カップエフキー少年とカップさん、そして松本慎さん、マリちゃんはじゃあヘッドバンで参加します。よろしくお願いします。マリちゃんもね、じゃあマリちゃんも出よう。マリちゃんも行こう。両方だ、全員をこの際出ちゃう。じゃあ、はい、にぎやかなステージでございます。なんかすごいことになっちゃった。ではミリオンキス with アミゴ、皆さんもいただきます。あ、マリちゃんも出んだ。もう、もういいや、全然なんとかしないけど、全部別に揃いや、なんとか分かるようになってくる。タイトルコールをお願いします。よしよし。イザナギジャパンさん、イザナギジャパンさん。今こちらを、もうこれ以上無理でしょう。ジャパンお願い、これ。ごめんなさい。あ、お疲れ様。もうすごい。ね、師匠を思い出しますけど、じゃあ、お願いします。Thank you.
タミン。Thank you.